お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらネクロ三重四ゴブドリというねデッキで今日はトロアゲやっていきたいと思います。あのねちょっと最近普通に動画上げれてなかったんですけど、ただただ体調壊しましてね、本当にごめんなさい。ショート動画はね毎日上げてたんですけど、久々のねまあトロアゲというかこういうねデッキ紹介の動画かなと思います。さあというわけで、まあ、あと6で展開に戻れますしね、はい、トロアゲこれでやっていきます。なんかこのデッキを使ってね世界10何位とかにね行ってるプレイヤーがいましたね。まあ前シーズン世界1位のプレイヤーなんですけど、そう、その方がこれを使っていて、なんかもうすんごいお前ネクロいるのかよみたいなね、マザーネクとかでもいいんじゃないかっていう感じですけど、ちょっと待って、ホグが来たのに、なんかやばいやばい、ちょっとなんか相手のホグタイミングを急に出てきたな。さあこの人はメガナイトロケット星ホグですね。であとエレキとユーノとゴブリンギャングがいる、まあ、ちょっと変わった、まあ、ホグデッキというかメガナイトデッキというか、こういうのにねユーノ追加とかをしてくる。俺待って、ヤナミになってる。こうやってもともとはザップなんですよ。僕の記憶が正しければザップだけだけど、ちょっと変わったのかな。さあダックプレイ、おいギャング、いや、こういうのもね、攻めとるねで後ろに下げたりとかして、まあダメージをね、狙いつつですね。で、次相手のホグに対しては一応トルネがあるんですけど、さあネクロで言うのを受けつつ、ホグはキングキドしたいっすね。さあロケット方針。多分ザップがやなめになったとかだと思うんですけどね。うん。で、あのロケ砲マジで厄介だな。ネクロのもう天敵すぎん？さあで、いやまあまあこれはキング起動させてもらって、このロケガのダメージ痛いので、え待って、ホグがなんかささっきから爆入るんだけど、よし、いいででででで、いやマジで痛いな、痛すぎる。でもこのゴブドリの受けが地味キツじゃないか、あなた地味キツじゃないのかい。いやーこのヤナメかな、いや違うんかい。さあダークプリあれでさえも痛いけど、なので、今日ちょっとねいつもより声腫れません、大声出せないっす普通に39度とかね熱出ちゃったんですよね。で今もまあちょっとは下がったんですけど、まあ言うて地味高なね、なんか僕基本的に熱出るとねちょっと高めに出ちゃうから、よいしょ。さあまあちょっと動画をね上げねばと思いながら、意外となんか勝てそう。ホグに対してやっぱトルネがあるからね。さあ、いやー待って、俺のトルネがプレイまで行かれてる今日からのメガナイトもあるんですよ僕のお相手さん。でこっちに行くすぎるとメガナイト多分ねドスコイしたいんですけど、これ逆サイドも攻めてあげることによって、いやこれ8枚目があれメガナイトが出てこねえな。いやネクロがめっちゃ頑張ってんだよな、これえぐくないですか。ネクロがなんかおう勝った、あと230だ。さあ三重子は1回も出してないかもしれないんですけど、まあ多分そういうもんっすね。こういうの無視しちゃって、あこれやばい、ちょっと調子乗った。あネクロが生きてる、熱っ。でこれが強いんですよ。いやこの無理やりトルネで剥がしてダメージを稼ぐ、よし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 、8000戻りましたね、でかい。なんならほぼ今季最多。さあ来た。でこれなんでネクロなんて思うじゃないですか、絶対マザーネクとかでいいじゃんってなるんですけど、まあ、今の環境ファイボのね、てかファイボだけのデッキっていうんですかね、ゴブドリプラスのファイヤーボールとか、まあ、ゴーレムプラスのファイボとか、なんかファイボだけっていうのが多いんですよ。まあそれこそマザネク用ですね。まあだから、まあ、そういったデッキに対してこのネクロがね低めでずっと残るわけですよね。ファイボだけだと解けませんから、まあ、ファイボプラスザップとかファイボプラスヤナガメとかだったらねやられちゃいますけど、ファイボだけとかだとやっぱやられないから、よいしょ。まあそういったところでね、意外と、よいしょ、いやー、熱いよ。ね、めっちゃ流れがいい気がする。いや、これネクロスケ産んで。ネクロスケ産んで。で、タゲが、いやー、いい、めっちゃいい流れな気がする、これ。ウッドか、
ああ、いい、ファイスピだ。いや、この好きがさ、え、待って、ある、マジである、マジある。激アツ、激アツ、激アツ。いや、めっちゃいい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 。ネクロのさ、やばくないですか、この。いやー、いい好きだ。よしよしよし。たまたま、相手にプリンスがいて、それに対してこのネクロ系が噛みすぎる。いや、でかいね。ファイボだけだから、まあ、ファイブとかな。いや、こっからないとなんなのやろ。ないのかな。いや、でもいいね。ちょっと待ってよ。めちゃくちゃ活躍するぞ。ネクロが。で、三重射、まあ、相手がなんかファイボとか、じゃないならね、出さなくてもいい気がするな。いや、オッケーオッケー。いや、キングドできたのマジででかい。マジででかい、マジででかい。マジででかいって。で、こっちで、こっちをね、攻めるっていう。飛んで。いや、待って、なんでそっち行った？いや、でも言うのにボンバーの時が。いや、噛みすぎん？ちょっと待って待って待って。しかも、相手バカ取る高いんですよ。やばいっすよね、ちょっと。今自分でびっくりしてる。いや、ネクロの。いやー、ファイスピ。いやー、ちょっとなんかね。いや、でもでかかったっすね。いや、こんなネクロ活躍することあるんっていう。いや、まさかのっすよね。今回なんてファイボとかも多分入ってないんすね。よしよし。いやー、あ、待って。空振ったものの、さあ、ネクロがね、やっぱファイボしかないから、これファイボだけの相手にね、マジでネクロが一生いきますね。よしよし。いや、環境に なぜかね、ネクロが刺さるっていう。よし。よし。でさあ、しっかりトルネードで、オッケー！でか、最多更新しました。今シーズンのね。これでもウォールブレーカーとかめっちゃうまいね。高回転使いのことですね。いや、でか、大トロすぎん。8060円に来ましたね。お、はじめだ。よろしく。はじめ、最近なんかロイのイメージ高いっすね。ロイかな。で、ロイで、エレキだったら勝ちたいな。マザンクだったらきついけどと思ってくる。ファイスピなので、高回転ゴブドリかもしれないっすね。で、ウッド型ってことは、ファイブウッド型かもしれないっすね。あれ俺の持ってんの違うな。ファイスピトリトン。あー、ロイのスケファイスピかもしれないな。高回転目のロイかな。ファイブウッド。で、結局、三十四ってね、相手がラバとか、なんかこう、刺さりそうな時にしか出さないので、基本的にはマジで出さないと思っていいっすね。いや、このマザネクね、えぐやっすね。マジでえぐやっすね。マザネクのね、対応がね、後ろからゴーストでぶん殴るぐらいしかないんですけど、一生豚にしちゃうんですよね。天敵。ああ、さあ、いいね。引っ張りが来る。一応取れね、ファイブ来るかな、これ。まあ、1周目はなんとか耐えたものの2周目が来ますね。高回転っていうのが厄介ですね、これ。まあ基本イモリミで、相手はねドリルの受けが別にそんな優秀なわけではないから、まあ、ここめっちゃダメージ受けます。めっちゃダメージ受けて、もう鬼の強です。鬼の強要してからの、いや、これですね。一応相手がメガゴ系しかないので、よいしょ、マジで頼む。マジで頼む。一応、ウッドもあるか。ウッドもあるが、いや、いいよ。陸受けがちょっと足んない。いや、入れ入れ。ネクロのこの範囲。いや、ネクロの範囲、地味高。オッケーオッケー。やつ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 。いや、ネクロ、地味に火力高いっすよね。なんか、普段あんま使わないから、あんまわかんないんですけど。さあ、マザネクとかもね、ちょっと来ちゃうんですけど。言うの走んねえかな、あれ。走んねえか。ウッドか。いやー、このマザネク無双されてる。まあ、こっからどう勝つかっていう話ですよね。まあ、ドリル自体がね、一応刺さるも刺さるが。これもうドリル飛ばして、
セメトレネで剥がすぐらいですかね。やばい、ウッドで。いやー、くそ、全然通んなかったっすね。こう書いてんだね、こういうマザネグとかファイブウッドがあるとちょっと厄介ですね。やっぱネクロがなかなか生きないよねっていう。だからマジで三死をね、ほぼ一回も出してないっていう。一回出したっけ、一回も出してないまだあるな。なんかね、相手がファイブとか持ってなかったりとか、最初の方にねファイブを使ってくれるとかがあればいいんですけど、まあ基本的にそういうシーンってあんまないですからね。たまたま刺さる相手には出したいけど。さあ今回の相手はゴブドラー君かな、多分高回転ゴブドリーですかね。でここのネクロにファイボとかを打ってくれるとか思ってたんですけど、さあ俺ゴースト一体殴ってねえな。このネクロ地味にね削るからな。さあでウォールブレイカー型か。あーゴースト強すぎだろ。バルキリー、さあバルキリー咲いたからドリルってね、もうボンバーでボコボコに咲いちゃいますから。これ今回の相手ファイブあんのかな。ファイブ、あ待って、ネクロか、ネクロか。さあいやこのボンバーがね強すぎ。いやでもネクロがね、俺のあの毎回受けてるダメージと一緒ぐらいのダメージを与えてくれてるんだよな。いや美味しいけどみたいなね。でウォールブレイカーあったっすね。ウォールブレイカーが地味やだな。これ多分ウォールブレイカー追加とかだと思うんだけど。さあユーノが OP。 いやネクロちょっと評価上がるっすよね、こんなん見ると。あユーノが、いやー両サイ受けるのはなかなか難しいと。 いいね。さあ両方使ったからこのおしゃれハーイマン。え待って待って、おしゃれハーイマン、俺のおしゃれハーイマン全然なんだけど、どういうこと。ボンバーファイスピー、あれ何だったんだ、全然だったな。おしゃれもクソもなかったな。ファイブないのかな。いやあるんかいっていう。まあバルキリー、バルキリーそこに使ったらこっちのねこういう受けがね厄介になってきますよっていう。さあしっかり両サイねプレッシャー与えてあげて。いやこのウォールブレイカーハイスピード強いっすよね、マジ。さあボンバーよいしょ、ファイブが来んのかなこれ。ファイブを使ったら、一旦ね。めっちゃ高めさんし。いやー、いいよ。流れはね、いい。いやー、なんかいい感じになんねえかな。もういい感じになんねえかなって祈ってんだけど。あと900だもんな。あと900世界一すごいよな。でもこれいや痛い、痛すぎる。走れ走れ。いやこれ行こう、このボンバーが残ってるの熱い。ユーナ走らせて、いやー来た。いやなんか分からんねえけど、ちょっとでかいねえ。さあ三重師ね、何回かは出したな、何回かは出したけど、めっちゃ活躍したかって言われるとまあそんなこともないね。相手がマジでファイブ持ってない相手だとか、もうそういうね、矢の鍋だけのデッキとか、そういうのも結構いるから、そういうの引けると熱いんだけど、もう全然引かないよね。あ、で、またゴブドリだ。
一緒っすね。一生ゴブドリ引いてます。さあ、ユーノ型ウッドがなかったら嬉しいな。ファイボだけだったらね。いや、ゴーストもう一発殴ってほしかった。いや、さあ、ポイズン型ですね。ポイ型か。ポイズンでも今使ったな。いやー、もっとなんか、いやー、これは 3C いきます。許容からの、いやー、熱いよ。いや、めっちゃ流れいい気がするな。で、どうせボンバーとかいろいろいるだろうし、ボンバー咲いた。いやー、回すのか。いや、うまいね。このポイズンの中で時間止めさせてる、歩くの。いや、今のスキルうまいっすね。まあでも今ここでポイズン使ったら、このネクロが生きるよねっていう、この無限サイクルできれば、まあ悪くはないよねっていう。さあ、今回三死が結構活躍しそうですね。なんなら三死で勝てるかどうかがね、ちょっと勝敗分けるんじゃないかっていうぐらい三死が重要な気がします。さあ、相手なんか結構使ってくれるな、ガンガン。いや、相手なんかゴースト。全然だろ。いや、ファイスピ強え。テスラも強え。さあ、で、ポイズンだから低めボンバーマジ強え。よしよしよし。いや、これはマジで勝ちたい。なんなら相性いいぞ。さっきのなんかよりも、気にならんぐらい相性いいぞ。ネクロ、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 全然だな。何やってんだあいつ。ネクロもうちょっと。ネクロあんま同サイドに出すとね、ポイズンでいかれるから同サイド出したくないな。こっち、いや、めっちゃ入れ、でかでか。マジでその運ゲーナイスすぎる。さあ、一応端前、あ、そっちか。まあこれは範囲でいっぱい行ってもらって、そう、ネクロ行かれるんですよね。まあ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 。いや、悪なし。さあ、相手がね、地味に回転早いんですよね。高回転っぽいの。さあ。さあ、でもこれポイズン打ちにくいぞ。いや、ゴリゴリで打ってくんな。いや、マジで、ここしかねえぐらい。ポイズンもね、回りにくいでしょ。ネクロから生まれたスケが、いや、タゲ取ってきましたね。ジージー。いや、なんか、なんもしてないんだよね。なんか、ネクロから生まれたスケがめちゃくちゃこう、タゲ取ったりだとか、なんか、ユニット退屈制してくれて、勝手にタワー折れてるんですよ、今のも。いやー、めっちゃ取れ上がったな。ネクロ強っ。ちょっとみんな、このなんか、ネクロ刺し、ふざけたデッキにしか見えないんですけども、思った以上に強いので、ちょっと使ってみてください。今シーズンね、あと10日で、今83なので、まあ、多分9000出るんですよ。なんで僕もちょっと9000ね、いけるように頑張りたいと思います。皆さんもトライが一緒に頑張りましょう。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。